羽賀光さん、神社チャンネル with 吉野俊明さん。労働者を長時間働かせる手の一つが砂糖。砂糖は昔貴族だけに許された秘密の味だった。コーヒーは当初は黒人が作っている覚醒するものというとして、白人はあまり飲まなかった。コーヒーも長時間働かせるためのもの。江戸幕府は砂糖、コーヒー、小麦の流通をコントロールして労働者を守っていた。この3つは日本以外世界中にあった。チョコレートはプランテーション奴隷制度を推奨する食べ物。小麦は覚醒剤なので食べると必ず気持ちよくなる。信仰心を持って食べるべき。そうすると美味しくなる。快楽物質が入っていなくても幸せになれるはず。食の裏には必ず祈りがあった。続いてヨシリンとチョウさん。茨城県の伊豆浦海岸沖にはサウジアラビアの何十倍もの石油が眠っている。これだけで日本が使える600年分の埋蔵量である。がんは遺伝子病じゃなくて食原病。横文字を入れると立地感や先進的なイメージがある。これが小池話術。アウフヘーベンはヘーゲルの言葉。その1000年前に聖徳太子が同じことを言っている。 A 案でも B 案でもなく C 案みたいな感じの言葉である。お金がもらえるイコール仕事ではない。お金がもらえない仕事の方が多い。生きている限り全てが仕事。マルクスは生涯で80もの本を書いたけれど、世に出ているのは一つだけ。残りの60、世に出ているのは11だけか。残りの69はソビエト共産党が隠した。この69の中でものすごくひどいことが書かれていて、悪魔崇拝みたいなものもある。そちら側が本当のマルクスの姿。社会主義を掲げているのは世を忍ぶ仮の姿。男女平等、労働者の権利とかも掲げてますよね。ネオコンイコールネオカンサバティブ、新保守主義。元をたどればアメリカ社会党、これは民主党と合併した。今のアメリカ民主党の最大派閥は旧アメリカ社会党。アメリカ社会党を作ったのはトロツキ。彼はレーニンと一緒にソビエト共産党を作った。権力争いに敗れてアメリカに行き、共産主義者を集めて社会党を結党した。彼らの資金源のために作られたのが軍産複合体。今ウクライナに武器供給しているのはアメリカの軍産複合体、ロッキードやボーイングなど。そのお金を貸しているのがジョージ・ソロス。日本で何かの改革をして良くなったことは一度もない。日本人が自然的にやったものじゃないからである。国債を発行すると流通しているお金が増える。銀行が清算をしてしまうと、実際にはお金を持っていないのでデフォルト、債務不履行になる。借金を返せよと言っているのが財政構造改革、プライマリーバランスの黒字化。これをやっちゃうと企業が潰れる。中小企業がバラバラのことをやっているというのが日本の財産。これをまとめるのは愚策である。味覚は唯一自分で選んでいる。その国の文化や大人の教育がものすごく影響を与える。旨味について言うのは日本人だけ。昆布から出汁を取ったりする。甘みだけは鍛えなくてもいい。動物も甘みは好き。一番鍛えなきゃいけないのは苦味。ビールを飲める人は味覚を鍛えている人。植物はすべてアルカロイドという毒素を持っていて、これで自分たちが食べられないようにしている。13歳までに育てないと味覚は育たない。目は肝臓を示す。白目と黒目の境界が濁っているのは肝機能が落ちているサイン。舌の裏側は唯一動脈と静脈が見える。動脈圧が強いのは心機構心、静脈圧が高いのは腎臓の問題。腎臓の最終と、静脈の最終地点は腎臓。口の中を見ることでその患者の免疫力が測れる。砂糖について人間には快楽報酬系という脳の回路がある。これは覚醒剤や麻薬で得る快楽と全く同じ回路。スーパードクターは言葉で治す。朝に排出できると体はバッチリ目覚める。変性意識状態に入ることを運と悪用したのがオウム真理教。変性意識状態だと超能力ができて奇跡も起こる。これの裏返しが脳内地図。霊長類にしかない。霊長類には故郷がある。猿は猿山から出られない。そこが彼らにとっての宇宙。猿山のリーダーは唯一変性意識状態に入る能力を持っている。隣の猿山に対してもアンテナを張っている。苦行では何も生まれない。瞑想することで悟りが開かれるとしたのがスジャータ。1970年代はアフリカ諸国の大半は社会主義だった。
続いて吉野俊明さんと天川理恵さん。漢方薬が復元したのは昭和53、4年くらい。登山では多くの人が下山するときに死んでいる。死んだときにどういうことをしたかでその人の評価が決まる。リーダーが何をするかで部下が何をするかが決まる。ヒットラーもムッソリーニも最後は逃げて殺された。しかし日本の昭和天皇は逃げも隠れもしなかった。サイエンスという名前の宗教に洗脳されてはいけない。科学で証明できないものはインチキだというの自体が嘘。学歴の高い人ほどこういうことを言う。大学に長くいればいるほどこの嘘に洗脳される。この仕組みを作ったのが1850年頃のロスチャイルド・ロックフェラー。昔は患者を最も治している人が名医だった。いつの間にか偏差値が一番高いところに行っている人が名医になった。今の時代の一般の患者さんたちは養殖されている動物と同じ。その養殖を税金でやっている。死を覚悟していない人が死にたくないという。3秒過ぎたら一生の恨みになる。謝罪、対策、落とし前が大事。結局逃げないでぶれない方が楽。